はい、お疲れ様です。ジャコムです。今回なんですけど、竜王戦ルールまたまたやっていこうかなと思います。それじゃあ行きましょう。今日なんですけど、使っていくのは鉄の輪立ちになります。まあ、鉄の輪立ちというと、まあ、レギュレーション E、 今現在のレア、あのランクマッチ環境では全く見ないポケモンなんですけど、タイプが地面鋼タイプということで、未来度にかなり強いという特徴を持ってます。なので、まあまあ、ソロ持ちやれるということで、今回はやっていこうかなと思います。それじゃあ行きましょう。これ、相手の構築流行ってんのかな？ロンゲランドロスみたいな並び、結構、見ますね、なんか。ボーロンゲも結構強くて、まあ、壁張れるのは当然強くて、あと、捨て台詞っていうのもね、悪タイプがあんまり、環境的にいないんで、まあ、かなり、うざい動きをしてくるっていう感じなので、まあ、頑張って立ち回っていこうかなと思います。当然ランドルスには鉄の輪立ちかなり不利を取ってしまうんですが、まあ、今日出していく動きで、まあね、ランドルスに対しても大幅に、まあ、倒すことはできないんですけど、大幅に削れることができるんで、ランダー捨てゼルフから来るんだ。まあ、だったらちょっと別の立ち回りしたかったけど、まあしゃあないですね。ランドルス OK じゃないけど OK。食べ残しはなければ何でもいいや。代わり置いて、で今回まあガムシャラっていう技が入ってますんで、身代わりで連打していってガムシャラを使っていくことで、まあ、ランドルスをね大幅に削っていくことができるんで、まあ、対面不利を取ったとしても、まあ、大きな痛手は被らないっていうところが特徴になってますね。さあトンボ返りしで、なるほどね、トンボ返り捨てゼリフ連打して、こっちの私の耐久をごっそり削っていこうというコンタクト。まあここは、まあ、自信打ってソーブレイズ引きでいいですかね。ソーブレイズはなるほど、ランドルス、まあ、悪くはないかな。まあ、ランドルス削ってって感じですかね。これはトンボ返りでなんとか多分鉄の私の下がりを割ってっていうことだと思うんですけど、実はそれってあんまり意味なくて、自信、なるほど、まあそうなりますか。ランドルス削れたのは結構でかいね。ここは身代わり行きましょう。身代わっていき、しばらく身代わり連打でいいかな。一瞬置いて、トンボ返り見えてから多分スカーフでいいと思うんだけど、ここも身代わりですね。身代わり鬼連打してがむしゃらしていくと。まあ、この動きが、まあ、当然未来のにもタイプ相性的に強いっていうのもあるんですけど、まあ、相手みたいなホライダン構築に対しても、まあ、確実にね、相手の1体の HP を1にしていくという動きができるので、そのあたりは強いかなと思います。で、これでですね、しかも相手、まあ、変に交代もできないですからね、これ交代したら、がむしゃら裏に入っちゃうんで、さあ、私の HP が1になった。自信は、裏のゾーブレイズが当然鍵打ちを持ってるので、まあ、ランドルススカーフだと思うので上からしばかれそうになるんですが、鍵打ちでしばくこともできるんで、まあ私の仕事量としては十分なのかなと思います。ここはガムシャラでいきます。ガムシャラ OK。 でゾーブレイズがコライドに対して、まあ、そこそこやれるような方にはなってるんで、頑張っていければなと思います。さあ、まあ、影打ちで倒していく。結構ね、ソーブレイズのフェアリーフェラバースは警戒されないから、まあ、コライドン来るようならここもフェアリーフェラバース打っていきそうかなと思ったんですけど、オーロンから、まあ、壁張りからの、まあ、挑発がなければまあ何でもいいっすね。ビルドいきましょう。まあ、壁張りからの、電磁波はちょっと効いてないよ。
電磁波はちょっと効いてないな。フルドーツで、まあ、ビルド連打でいいと思うけど、壁張ってそれ運だみたいな感じですか。いや動けば勝ちだなマジで。まあ、ここ最悪動かなくてもいいから次のターン動いてほしい。フェアリーテラバースト打つ瞬間に、まあ、ヒッチャーなんか一番しょうもないよね。さあ捨てゼリフされて映画トントンになっているが、ここは動く、はい、問題は次はここでね、あんまり照らす切られたことないから、やっぱねフェアリーテラバーストっていうのね警戒してないのかなっていう。さあ相手はテラス当然切っていない、こっちまひってるんで、まあどんなことがあってもこっち S 巡りなんで、ホライドンがテラス切ってるわけはないので、激変 OK、 動いてくれ OK、まあ、こんな感じでまあフェアリーテラバース全く警戒されないですね。これもですね、まあ、ランドロスとか絡められて威嚇とセゼリフコロコロされたらちょっとソウルブレイズマキも入ってるのでやばかったんですけど、私がしっかりと HP1 万で削ってくれたっていう功績がでかいので、まあ、結構動きとしては強いんじゃないかなと思います。さあ当然テラバースで終わってくる。ソウルから粘ってくるね、まあ、切ればやばいが OK 動く。壁もないので、なんかこのオーロギちょっとわからんかったけど、あと壁だから、いや、ステゼリフソルクラマ電磁波だから、あ、タスキ型、なるほど、了解で、こっちは壁残しも持ってるんで、まあ、まず負けはないですね。はい、対戦ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、和立の仕事量がしっかりとしているので、まあ、裏がね、ソウブレイズに対しか、まあ、ほとんどかなり強い感じだったので、無双できるという感じでした。はい、というわけで2戦目の方やっていきましょう。さあ、相手も和立を使ってきた、和立対決というわけでいきましょう。思いっきりこれ地面が、抜群3体というわけで、これ、ちょっと誘ってんね。まあワンチャンミライドンが風船から入ってくる可能性もあるけど、もしくはまあ裏のポケモンが風船の可能性はぼちぼちあんのかなって感じなんで、まあ身代わりから入っていくのが上等手段かなと思います。ミライドンから来る。本来はねこれ裏のポケモンも見えないから、まあ、ちょっと見えてること自体がちょっと問題あるといえば問題あるんだけど、さあここはしっかりと身代わりから入ってきます。ちょっとヒードランめんどくさいな。テラス切ってきた、なるほど、テラスで対策してきている。ただこの輪立ちであれば何の問題もありません。何の問題もないわ、語弊はあるけど、地面テラス OK。 ミライロンは S を上げる技を持ってないの。スカーフー、それ聞いてないな、それ聞いてない。これ純速じゃないと負けだよな多分これ。いやこれヒードラに打点ねえやん、これヒードラに打点ねえやん。ちょっと輪立ちを破壊してくるミライドン出たてこれはちょっと動画化するか。引いた、ヒードラ引くのこれ。いや貫通されてる。伊藤茶を押してドライビー、まあ一旦ソーブレイズ下げるか。あ、どうなんだろう、ヒードラン側からもソーブレイズやることないと思うけど、鬼火オッケー。ただ相手のミライドンがやばいと。結構でもこれステルスロックって、まあ、ビルド詰めればまだなんか抗えないかな。ゲージをして
え、どうしようこれ。一貫技、もう竜の波動にかけてフェアリーテラスするか。いやいや、そうだよね。いや、まあ陰打ちで削って、そっから頑張るでいいよね。ボルトチェンジ、いや、それは大丈夫。これ勝ってない、勝って、それ勝ってないか。だってニトチャ打っていけばいいんだから、これもあるぞ。わだち、相手のわだちがなんか、ちょっと待って、相手の私の活躍によってなんか異次元の負けを見せなければ全然大丈夫。出落ちしたこっちの和田地に代わって動画に出演してくれてるのかわからんが、そっちの和田地はどんな和田地なのかちょっと見せてもらいながら。ただニトチャあるからね、こっち地鳴らしあったー。偉すぎて行き、地鳴らし、わだち偉すぎ。これは負けですね。いや、いいところまでやったけど、地鳴らしわだちもいるというところで、はい。まあ、こんな感じで動画締めるのちょっと負けなんですけど、まあ、皆さんもね、鉄のわだち強いんで、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。